はい、こんにちは、花です。いつもボイスブログを聞いてくださってありがとうございます。本日はですね、音声配信に関するネタなんですけど、ポッドキャストとノートの音声配信の違い、それぞれのメリット、デメリットについてお話ししたいと思います。先日ですね、自分のブログにもこの同じような記事を書いたんですけど、やっぱりちょっとね、ブログでは書ききれなかったことがありましてですね、まあ、話をした方が早いので、ここでちょっと一気に喋らせてもらいたいなと思います。ですので、ポッドキャストというとね、ちょっと日本人の方に馴染みがないかなと思うんですけど、ポッドキャストって何だろうという思っていらっしゃる方とか、将来的に音声ブログとかね、音声コンテンツ配信を考えている方とかですね、どういうふうな使い分けができるのかとか、どんなメリットがあるのか、どんなデメリットがあるのかという点について、最後まで聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ですので、今回もよろしくお願いします。はい、まずね、ポッドキャストのことを一応説明しておきますね。あまり日本人の方で使ってる方少ないと思うんですけど、使ってる人はね、わかると思うんですけれども、ポッドキャストというと、簡単に言うとね、ネットラジオ、インターネットラジオの一種なんですよね。で、始まったのはですね、あまり調べてもよくピンとこないんですけど、どうやら2004年とか2005年とか、それぐらいから使われているみたいなんですよね。で、2005年には、日本の無料ブログサービス、シーサーブログでも、ポッドキャストが配信できるようになってます。今ももちろん配信できるようになってます。でですね、ポッドキャストって、聞くプラットフォームが結構多くてですね、例えば、Apple のポッドキャストとか、Google のポッドキャスト、これ Google は比較的新しいですね。確かに1年か2年前ぐらいに初めてリリースされたと思うんですけど、その他には、Spotify とか、あとは CastBox、などが有名ですね。で、私はこれはいつもアンカーというアプリを使ってるんですけど、アンカーはね、先日、Spotify に、買収されてしまったので、アンカーもスポーティファイも同じものということでになります。でですね、配信、聞けるプラットフォームは結構いっぱいあるんですよ。で、ご自身でスマートフォンとかね、タブレットとか持っている方はいろいろポッドキャストでアプリを、リサーチしてみると、結構いろんなアプリがね、上がってくると思います。で、それをインストールしておけば、いつでもポッドキャスト聞けるようになるんですけど、ただ自分がこう、配信する方に回った場合はですね、全てのどのプラットフォームでも配信できるかというと、そうではなくって、私が知ってる限りではアンカーとキャストボックスかなは配信が可能なはずです。でですね、そのアプリを使うのじゃなくて、ワードプレスを使ってポッドキャスト配信する方法もあります。で、先ほども言いましたけど、シーサーブログですね。それ、シーサーブログを使って配信することもできるみたいです。私はちょっとやったことがないんですけれど、シーサーブログを使ってポッドキャスト配信されている方がいらっしゃるので、もしシーサー使っている方がいたらね、ポッドキャストというカテゴリーがあるんですよ。そこをちらっと覗いてみてもらえると、どんな感じなのかわかるんじゃないかなと思います。それで、ポッドキャストの大きな特徴としてはですね、ダウンロードすることができるんですね。ダウンロードして自分のデバイスに保存しておいて、で、オフラインで聞くことが可能になります。でですね、もう一つ私が気に入っているのが、ポッドキャストってアプリにもよってくるんですけど、プレイリストがね、作成されて自動再生される仕組みになってるんですね。で、例えばですね、自分の好きなチャンネルとか好きな番組をですね、購読しておいて、サブスクライブしておくと、新しいエピソードが配信された時に通知が来るんですけど、それと同時に設定によっては自動的にダウンロードしてくれて、で、その一つ一つのエピソードをいちいちこうクリックしていかなくても、あとは勝手に自動的にね、どん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 次のエピソードが再生されるという仕組みになっています。ですので、ずっとね、聞きたいときには手ぶらで何もしなくても、操作しなくても勝手にずっと流れっぱなしになっているので、割とながらが聞きしたいときにはね、便利なんですよね。それと、作成も、聞くことも
どちらも基本的には無料でできるという点が大きなメリットですね。で、配信という面に関しては予約配信も可能です。で、これも無料でできます。で、ネットビジネスをされている方は気になる点だと思うんですけど、収益化についてですね。収益化についてはですね、ポッドキャストもどうやら収益化できるみたいです。ただまあ、やはり海外で広く普及しているので、割と広告主もね、やはり英語ベースとかね、そういう形の広告主がクライアントが多いのかなと思うんですよね。ですのでまあ、私もこれまだ実際に自分では収益化をやっていないので、ちょっと微妙なんですけど、まあ、収益化できないわけではないということですね。はい、次にノートさんの話をしておきます。ノートというのはですね、結構もう最近使ってる方多いと思うんですけど、まあ、最初のコンセプトとしてはクリエイターサポートのために作られたウェブサービスになります。で、まあ、音声配信について、今日は語りますけれども、もともとはね、テキストとか画像とか何でも動画でもアップできる便利な機能でして、まあ、SNS、ソーシャルメディアというよりは、ちょっとブログとかね、そういういろんな使い方ができるというサービスですね。で、ノートさんの特徴は、自分のコンテンツをですね、有料販売することができるんですね。ですので、一種の、まあ、電子書籍販売的に使ったりとか、もちろん音声コンテンツも有料化して、有料販売することが可能です。で、ノートさんで音声配信をする場合はですね、ノートの、まあ、PC でノートを開いてですね、そこに音声ファイルをアップロードするか、もしくはアプリから録音する、直接録音することが可能です。ただし、アプリからの直接録音は最大で今10分までとなってますね。もしかしたら将来的にこれが長くなるかもしれないんですけども、今の現時点では10分までというふうになってます。でですね、まあ、配信の時にはそのユーザーがダウンロード、その音声ファイルをダウンロードできるかどうかは許可制になっています。この配信する側が、許可すればダウンロードすることも可能になります。ただ、ポッドキャストと違って、自動再生というような機能はついてないんですね。ですので、まあ、一つ一つの、音声配信コンテンツを、まあ、こう、ポチポチクリックしながら聞いていくという感じになります。それと、予約配信はですね、有料ユーザーしか使用できないというふうになっていると思います。私は有料で使っているので、あまりここ気にしたことがないんですけど、毎月500円ですね、の有料会員になれば、予約配信が可能になります。これはノートの音声配信だけじゃなくて、テキストでも何でも予約配信は有料というふうになってます。それと収益化についてなんですけど、ノートで収益化する場合はですね、アフィリエイトリンクとかは基本的に貼ることができないので、有料販売になりますね。はい、自分のコンテンツを有料化して販売する、もしくはサポートという、まあ、任意の投げ銭的システムがありまして、そのサポートを待つという方法もあります。まあ、この2種類で収益化していくという感じになりますかね。はい、
今回はこんな感じになります。ポッドキャストとノートの音声配信の違い、それぞれのメリットとデメリットをまとめてみました。私が音声配信始めたのは去年の11月なので、今これ収録しているの3月の、20日なんですね。ですのでだいたい11月から始めて12、1、2、3と4ヶ月、まあ、その間1ヶ月ぐらい旅行に出て遊んでたので正味3ヶ月かなと思うんですよね。で、まあ、その3ヶ月間とりあえず、ポッドキャストとノートの音声配信両方やってみて、まあ、思ったことというか特徴を、まあ、メリットデメリットをまとめてみました。ポッドキャストはね、やっぱりね、まだまだ日本人にとっては結構マイナーなアイテムだと思うんですけれど、でもやはり海外でこれだけたくさんの人が使っててですね、これがどんどんね、もっともっと収益化とかができるようになってくればですね、注目される度合いも高まるんじゃないかなと思います。ですので私としてはどん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 ポッドキャスト仲間が増えてくれればいいのになと思ってて、どんどんね、日本語でしっかりアピールしていこうかなと思っています。はい、ですので、まあ、もしポッドキャストこれからやってみようかなとかちょっと興味を持たれた方はね、まあ、私のこの、メッセージをいただいてもいいですし、その他のツールからブログでも YouTube でもコメント欄からでも、ご連絡いただければ、私の知っている限りのことであればお答えしたいと思います。はい、こんな感じですね、今回はね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ポッドキャストとノートの音声配信の違い、それぞれのメリットデメリットをまとめてみました。まあ、このチャンネルはこんな感じで、まあ、いろんなネタをね、最近のもう本当に雑多なものを喋ってるんですけど、海外生活に関することとか在宅ワークとかね、ライティングとか、まあ、そういう感じですね。はい、ブログ系の内容も時々話をしています。旅行系も今後はね、ちょっと少しお話盛り込んでいこうかなと思ってるんですけど、まあ、結構もう何でもありの感じ のチャンネルになってしまいつつあるんですけれども、もしよろしかったらですね、チャンネル登録とか、お気に入り登録フォローしてもらえるととても嬉しいです。その他インスタグラム、ツイッターもやってますので、そちらの方からも、まあ、よかったら声かけてみてください。はい、では今回は以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。